足がちょっと倒れ込んだまま動けません。なおランナーは一三塁です。中村翔吾タイムリーヒット1対1。大丈夫でしょうか。最後は土にまみれて、シーズン蒸らせましたか。どうか。振っています。スイングを取りました。バッターかもしれません。エチェバリアも続いた。レフト前ヒット。これは文句なし。レフト前ヒット。今日2安打です。エチェバリア選手も出てきました。少しずつヒットは増えてきます。難しいバッティング。しかし面白いところショート茂木一塁はセーフだ。内野安打。ワンアウトランナー二塁一塁で勝手に回しました。変化球合わせるバッティング。左中間面白いところ。3人の前に落ちた。ランナーは三塁回る。三塁回る。バスミのバックホーム。どうだ。セーフだ。同点。そして一塁ランナー二塁から三塁へ。3対3。ヒットとエラーが記録されました。来ましたが、まあ、ランキングとしてはこの佐藤俊哉タイムリーヒット。右方向一塁オーバー。大丈夫。2人ホームイン。2人目も帰ってきた。代打山内2点タイムリーヒット。非常に応えて乗ってこの回差を広げました。6対3。この1本は試合を決めるには十分なタイムリーですよね。としては一つ狙ったプレーもあったでしょうか。この表情。この楽天のやはり下位打線からのつながり、